この辺くらい。私が低いから。来とるよね、頭くらいまで。ここまで。あ、ここまでやよ。ほら、ここまで来とるんよ。私より高い。ほやろ。ね、すごいね。それ、その前に地震1回あったんですよね。そうそう、4時10分前にあったよね。小さい。いつもの鈴の地震かね、震源地鈴かねって言った後に、次に大きな揺れが来て、それが長くてね。長かった。ね、本当に。ね、みんなね、うん、お酒も酔いも冷めたよね。ね、ここ入っていただけたら。ここ。あの足も危ないよ。ちょっと今。流されてどこに写真行ったかねみたいな、あの棚の、うん、本当に、みんな仏壇もショックやね。萌えちゃんや、あんたストーブの上の本当だ、流れてないわ。長男、私の弟が今に落ち着くからちょっと座って待ってよって言って、まあ確かに地震止まったんですけど、外出るとあそこの土砂が崩れていて、みるみる川水が上がってきたんで逃げなきゃダメだと。早かったね、うん、もう橋が見えんなんってね、うん、そうってみんな慌ててね、うん、あの旦那らちがね、ダメダメダメって言って、ほんでこっち側の方から逃げようって、チェーンソー持ってね、みんなで、ね、男子全部ね、うん、みんなね、うん、一生懸命木切りやら、うん、車、まあ逃げるだけの道を通って、うん、逃げたりね、うんうん、走って逃げても川の水位がみるみる上がってるんで、ちっちゃい子供もいるんで、うん、はい、情報も何一つ入らないけどね、そこのミーの避難所行ったらみんなで言っとってんけどね、うん、輪島の方が赤いんです。輪島、あれ電気ついてるのってみんなして言ってたんだけど、ね、それが火事だった、情報が知ら分からなくて、一晩中明るい、携帯も全然通じないんだよ ね、一晩中明るかったです。うん、うん、命あっただけ喜んどるんやろね、亡くなった人もおるもんね、かわいそうにね、うんうん、でも切ないよね。流しの底はカチャカチャやけど、この正月の宴会の後やカビ生えたけど残ってるっていうのが切ない、うん、いい街やったよね、みんな仲いいがのね、多分住まれんし、どうするかね